皆さんこんにちは。五木ひろしさんといえば、横浜黄昏など数々の名曲を世に送り出し、演歌界の大御所として君臨しています。紅白歌合戦の出場は46回を数え、モノマネの対象になることも多数あることから誰もが知る演歌界の重鎮です。そんな五木ひろしさんは近年番組で豪邸を披露しており話題になっています。今回はそんな五木ひろしさんのプライベートや奥様、お子さんたちについて、加えて経歴も合わせてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。五木ひろしさんは幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごしています。鳥羽市立加茂小学校に通っていた頃から歌手に憧れていたようです。その後福井県美浜市に移り住み、父親は鉱山技師の仕事から建築用石材を取り扱う会社を起業する経営者へと転身しました。その後父親は起業した事業で一山当てるとそのまま蒸発してしまい、五木ひろしさんを含めた4人兄弟は母親に引き取られ、貧しい生活を余儀なくされています。それ以降父親と再会することはなかったそうです。美浜市で一人で苦労して4人の子供たちを育て上げた五木ひろしさんの母親は、後に五木ひろしさんが歌手として成功したことで東京都世田谷区に呼ばれて共に暮らすことになったそうです。そんな五木ひろしさんは現在70歳と実年齢に対して容姿はかなり若々しいことでも話題になっています。最近ではクリス・ハートさんや山内圭介さんと共に3代目 JSOULBROTHERS の流星を披露した動画を SNS にアップしており、外見だけの若さではないことも伺えますね。ランニングマンの振り付けも完璧にこなしており、とても70歳とは思えないパフォーマンスを披露しています。昔から圧倒的な歌唱力と合わせて容姿もほとんど変わらずパワフルな姿を見せている五木ひろしさんですが、紅白歌合戦もまだまだ卒業しないと宣言しています。これからも出場回数を更新していくことでしょう。今もなお現役で活動する五木ひろしさんといえば、やはり数多くの人にモノマネされるイメージが強いですよね。コロッケさんを筆頭にココリコの遠藤さんも過去に披露しています。全てのモノマネに共通しているのは、直立不動ながら顎や口元が特徴的なモノマネが印象的です。五木ひろしさんのモノマネをするタレントは他にも多数存在しており、ウィキペディアにはそのリストも掲載されるほどだそうです。その中にはお世辞にも似ているとは言えないものもありますが、私たち日本人にとって五木ひろしさんのモノマネというのは一つの文化とも言えます。モノマネという括りには収まらない、世代を超えたエンターテイメントだと言っても過言ではありません。演歌がわからない子供でもついついやってしまう五木ひろしさんのモノマネは、年齢を問わず誰もが引きつけられるのでしょう。世代を超えて愛される五木ひろしさんのプライベートも気になりますよね。五木ひろしさんの奥様は和優子さんという元女優です。当時人気週刊誌の表紙を飾った人気者同士の結婚は世間に衝撃を与えました。なんと交際期間は2ヶ月というスピード婚だったこともあり、大注目されました。五木ひろしさんはデビューして以降、歌手としてはもちろん週刊誌の表紙を飾るなど大スターとして活躍していました。一方和優子さんは NHK のドラマをはじめ、数々のドラマや CM にも出演されていた人気女優でしたが、五木ひろしさんとの結婚をきっかけに芸能界を引退されています。お二人の出会いは舞台での共演だったそうです。和優子さんを一目見て五木ひろしさんは続婚になったと言われています。元女優ということもあり、現在でも名前を検索すると美しい画像がたくさん出てきます。五木ひろしさんが夢中になるのも仕方ありませんね。そんなお二人が入籍されたのは1989年で、五木ひろしさんが40歳、和優子さんが28歳の時でした。12歳差のビッグカップルが誕生したことで、メディアは大いに盛り上がりました。若くて美しい女優さんを射止めたのですから、さすが大スターの五木ひろしさんと言えますね。五木ひろしさんの猛アタックで見事にゴールインしたお二人は、当然披露宴にも注目が集まりました。なんと総額5億円ともいえる豪華披露宴を執り行い、大きな話題となりました。11メートルもの高さのウェディングケーキが登場したり、クレーン撮影や披露宴の模様が全国放送されるなど、当時のワイドショーはこぞって取り上げています。当時がバブル真っ只中ということもありますが、お互い人気芸能人で豪華絢爛な披露宴に参列する顔ぶれもまた豪華だったそうです。歌手として成功を収め、プライベートでも順風満帆な五木ひろしさんですが、浮気や不倫といった噂は全く出ていません。それほど奥様の和優子さんと今でもラブラブなのでしょう。表立ってメディアに登場することはありませんが、最近でも五木ひろしさんが主催するマラソン大会に夫婦揃って参加するなど、仲睦まじい姿を目撃されています。また五木ひろしさんがオフの日は必ずお二人一緒に過ごされ、仕事で外出した時には必ず和優子さんの愛妻弁当を持参しているそうです。
仕事で地方に泊まりがけで出かけた際には必ず連絡を入れるほどのラブラブぶりです。結婚30周年を迎えるお二人ですが、夫婦関係はとても良好なようです。ご結婚された後、お二人には3人のお子さんが誕生しています。息子さんが2人と娘さんが1人です。ご長男は留学経験があり、英語が堪能で外資系に勤務されているという情報があります。結婚して子供もいるということなので、五木ひろしさんにとってはお孫さんにあたります。下のお二人はメディアに出ていた時期がありました。特に次男は高校生の時にモデルとして活動していた時期があります。しかし高校卒業をきっかけにモデルとしての活動に終止符を打っています。一人娘の長女に関しては一時期五木ひろしさんと一緒にメディアに出ていたことがありました。名前は松山花子さんです。ちょっと垂れ目で黒目がちな可愛い顔立ちをしています。さすがお母様が元女優というだけありますね。スラッとしていてスタイルも抜群です。現在大学生ということなので、卒業後に本格的に芸能界で活躍する可能性がありますね。3人のお子さんも立派に成長された五木ひろしさんですが、最近五木ひろしさんがテレビ番組に出演された時に豪華すぎる自宅を明かし話題になりました。何でもデビューして数年後に目黒区と東京の田園調布にご自宅を建てられたそうです。紅白出場の常連である五木ひろしさんなので、やはり豪邸であることは間違いないようです。ただ目黒区の自宅はすでに売却済みになっており、その跡地に公園ができたと言われています。公園ができるほどの広大な土地に建てられていたということも驚きですが、さらに田園調布のご自宅についても驚きの事実を公表しています。約40年前に田園調布の中でも特に高級住宅地と言われる場所に600平方メートルの土地を購入し豪邸を建設したというのです。土地だけでもなんと7億円はくだらないそうです。さすが紅白常連の大物歌手ですね。そんなおしどり夫婦の五木ひろしさんと和優子さんですが、最近和優子さんが病気ではないかという噂が取り沙汰されています。実際に検索してみても病気の文字が検索ワードの候補に出てくるほどです。実際にはなぜこのような噂が出てしまったのか理由は分かっていませんが、これはあくまでも噂でありデマだったようです。いかがでしたでしょうか。五木ひろしさんは演歌界を代表する大御所歌手として現在でもなお大活躍しています。抜群の歌唱力もさることながら、数多くのモノマネタレントにモノマネされることでも人気に拍車をかけています。独特の歌い方や表情は世代を問わず全ての人から愛されています。そんな五木ひろしさんはプライベートでは元女優の和優子さんとご結婚され、3人の子宝にも恵まれました。ご自宅は東京の田園調布に建設された豪邸で、さすが大物歌手といったところでしょう。現在でも奥様の和優子さんと仲睦まじく暮らしているようです。和優子さんとはおしどり夫婦として有名で、五木ひろしさんが和優子さんに現在でも続婚のようです。年を重ねても五木ひろしさんの愛は深まるばかりで、休日の日は共に過ごしたり愛妻弁当を持参したりとラブラブぶりは健在です。これからも奥様の内助の功でますますご活躍されることを願います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。